今ちゃんと届いても。いや、ダメですよ。お酒が入ってたみたいで。だからやん、ただの。そうなんですよ。酒飲んで三品させてくれってそうなんですよ。あちゃんはどうやってあげますか。あいがないです。あちゃん、あいがないの。はい、お疲れ様です。スプラッシュ岡田です。久しぶりの博多清流公園でございます。今回お世話になりますのは中洲にあります、なんと創業50年の超老舗さん、中洲ソープランドモア様でございます。リーズナブルな価格で遊べるんですけど、素晴らしい女の子を揃えてると。さらに割引なども充実しておりまして、そちらも見どころでございます。そしてですね、このお店の特殊なサービスがございまして、カップルコースというものとレディースコースというものがあります。そちらのことについても詳しくお聞きしたいなと思っております。行ってみます。お疲れ様です。中洲モアのユナです。西野瀬です。このボディ、エロエロボディです。ちょっぱなから魅了されてしまいまして。面白かったです。それ駅の格好をさせてもらっているので、作戦にハマっていただいて。あボディの秘訣は何でしょうか。お菓子を食べずによく寝ることですかね。どんな印象でした。動画を拝見してまして、楽しみにしてたんですよね。そのために今日はちょっと新しいのを下ろさせてもらいました。楽しみすぎて店長さんにお話しさせてもらって。ちなみに、今ちゃんと届いても。ダメですよ。ダメ。これ僕の死ねかしました。すいません。したということで、1年前の夏に初めて来たんですけど、博多という場所が鬼門でございました。渓谷公園でスプラッシュ桑田の知名度調査の方を行いたいと。ナンパの聖地でもございますので、女の子を引っ掛けれるかチャレンジしたいと思います。え、知らないですね。そうですか。ちなみにじゃあ LINE の交換とかは。いや、してないんで LINE。すいません。ナンパって難しいですね。このお店にはスプラッシュ桑田シール便利バージョンがございます。詳しくはツイッターもしくはブログをご確認ください。はい、こんにちは。はい、じゃあどうですか、アーチャーさんと玄関も一段落と。あ、着きました。はい、そうです。よかったです。で、今日はどこに浮気しに行ってきたんですか。中洲です。中洲に。しかも美女です。教えてくださいよ、どんな浮気だったか。中洲モアさん、大衆店さんなんですけど、50年以上の老舗さんと。ていうか女の子のインタビューありましたけど、声可愛かったのにもったいないですね。あれプレールームの方ではもっと明るくて可愛い声でした。あ、そうだ。オーナーさんに聞いたんですけど、こちらの女性は入店されると5年10年プレイヤーは当たり前やと。居心地がいいみたいです。違います。ではないです。オーナーさんとキャストさんがすごく仲良くて、積極的にご飯に行っておられるそうでして、1年以上続いたらずっと在籍されている方が 99% だと。女の子も稼げるんですね。そうです。おー、忙しい。待合室入った時どうやったんですか。お客さんが2人と。待合室も5人も入れないんですよ。こじんまりとしてますので、部屋も全部で6室しかないんですよ。で、ここはですね、2つの特殊なプレイヤーコースがありました。カップルコースですよね。そうです。できて10年のコースなんですけど、もともとはお客さんの要望でできたそうで、いきなりですね、カップルがお店に来て 3P をやらせてくれ。まあ、おかしいんですか。気になる店入ってきて聞いたらですね、お酒が入ってたみたいで。だからやん、ただの。あ、そうなんですよ。酒飲んで3品させてくれってて。そうなんですよ。ただそれをですね、心よくうち対応できるから、じゃあやっちゃえということで始めたのがきっかけで、こちらカップルコースが70分で3万円と。まあ、安いか高いか分かんないですけど。そうですね。ただ博多九州の方では絶対にこのコースはないだろうと。確かに聞いたことないですもんね。そうなんですよ。忙しいんですか。最近あんまり使われることはないんですけど、昔から使っておられる方は定期的に来られるそうです、うん、しかもご夫婦で。でもう一つがレディースコースというのがありまして、女性同士でプレイができると。難しいですね。で、こちらのお値段が60分1万5000円と。安っ。ただまあこちらは年齢制限みたいなのがあるみたいなので。なんでこちらもともとお客様の要望から誕生したそうです。ちょっと待って、また絵から来たんですか。酔っ払った。今回はですね、女性キャストのお友達の女性がですね、酔っ払ってまた。そうです。お来てですね、お時間潰しできないかと。どっちにしても酔っ払いを対応してたらそうなったんですよね。そうです、そうです。お、はい、先には寛容なんや。先には寛容です。そうです。で、これがですね、昔テレビ番組で取り上げられたそうです。酔っ払い対応しとってよかったですね。あ、そうです。普通の方は基本コースが60分2万円なんですけど、割引が充実してまして、酔っ払いの他にも対応してるの。それ言えないですけど、フリーで50分1万2000円や70分1万3000円のコースなどもありまして、ここでは伝えきれないぐらいですね、割引がいろいろありますので、そこはホームページに書いてますので、やってみろと。そうです。今回のお相手はユナさん24歳と。落ち着いた感じですけど、サバ読めないですか。ちゃんと確認してまいりました。身分証見せろっつって。そうです。違い
でしょ。いつもですねそのようなツッコミがございますので、先手打った、先手打ちました。そしたらですね、先手を打たれてました。逆に待ってましたと言われました。僕の動画を見てですね、研究されたそうです。運転免許証のですね生年月日を見させていただきました。正真正銘24歳そうです。でルックスの方がですね、元 SDN のセリナさんに似てると。おお、はいはい、はい、まあ僕は桑田さんのこと信用してないですよね。それに加えて脳卒ボディなんですけど、確かにめっちゃ細かったですよね。そうなんですよ。インタビューで見たまんまの姿で登場していただきまして、もうでしょうね、それ加工できないですから。そうです、はい、今回いきなりウザ行動してしまいまして、時間みたいに触ったんでしょ、このインタビュー見てる限りは。まずはですね階段を登っていくんですけど、ミニスカから覗く中身がすごく気になりまして、まあ気になるですねあれは、はい、階段でしゃがみ込んでパンツを覗き込んでしまいましたと。言葉にできないです。欲求を我慢できなくなっちゃいましたと。犯罪者寸前。いやもうはい、よかったですねソープあって。そうなんですよ、はい、でプレイに行くんですけど、マットかベッドか選ばせてくれます。あ、それでも選べるの。そうです。太っ腹っすね。そうです。で今回はですねベッドの方を選ばせていただきました。今回はとにかく攻めたくなってしまいまして、まずシャワーに行くんですけど、シャワーからですねベッドに行く間ずっとですねお尻を揉まれ続けます。珍しいですね。とてもお尻フェチらしくて、でベッドに行ってプレイに移っていくんですけど、ユナさんは抱きしめるだけで震えます。肌に触れるか触れないかぐらいで全身に鳥肌が立ってビクビク震えると。気持ち悪かったでしょ小田さんが。プライベートの時はどんなんなんですか。震えるそうです。で全身を撫で回すとですね、はい、あというような。妊娠してる方。違います。で男としては嬉しいですね、もう我慢ができないと、早くまたがらせてくださいと。じゃあ生ですかと。わけないよね。そんな安いんだから。ごめんなさいと。ここは普通にゴムですと。生のコースはあるんですか。ないです。あ、ないんや、はい、はい。で馬乗りになっていただくんですけど、渾身の感情を込められた気持ちと3倍の声になったあ、あ、うが聞こえます。あちゃはどうやってあげますか。あいがないです。あちゃあいがへんの。そうです。吐息を漏らしながらぼそっと気持ちいうタイプでした。それと相対してユナさんは全面的に感情を出してくると。でですね今回下から上に腰を突き上げて頑張ったつもりなんですけど、ユナさんの腰振りは永遠に止まりませんでして、こんなもんですかと、もっとちょうだいと要求してくるぐらいですね体力お化けでした。でですね僕がフラフラになってるんですけど、いろんな体勢を試してほしいと言われまして、でその後一旦ですね添い寝をしていただきまして、手呼吸をしていただきましてですね、なんでなの、座ったり正常の体勢するとですねしぼんでしまう傾向がありましてですね、その後改めてですねゴムを装着して正常体勢に。本当迷惑な客ですよね。そうですね、最低ゴムは2回使ってしまうという。で最後はですね久しぶりの正常体勢からのスプラッシュと。正直久しぶりというのもあってもうとても最高でした。確かに仕事ないですもんね。そうです、まあ、こんなことしてるからと思うんですけど。 YouTuber の彼女ってこうやって性癖バラされていくんですね。あちら顔も出てますけど大丈夫なんですか。以前言われたのは、うん、面白くしていただければ、うん、私は覚悟してるよと。